もう髪の毛汗でぎっしぎしなんだけど、ほら今日はありがとうございました。をクリエイターズ鍋食べてのんびりしてましただって。な、結構 YouTube 配信も映ってたみたいなので、あぶね、 YouTube 配信も映ってたみたいなので、配信の方も楽しめたんじゃないかな。なんかファンの方がすごいいっぱい見に来てくれてて、めちゃめちゃ嬉しかった、めちゃめちゃ嬉しかった。なんか本当に暑くて、めちゃめちゃステージがね超絶暑かったから、なんかもうなんか一体感とかも初めて、またオーガスタの時とは違った感じの一体感がね、ありましたね。イノリーは可愛いだって。でも本番は今日下ろして帰ってきちゃったけど、ツインテールしてました。ほらこうしてたよ。なんかいまだにね頭で汗かいてるの、風邪ひきそう。イノリーは可愛いだって、ありがとう。いやでも今日は楽しかったね。瀬戸利は何だったっけ、瀬戸利は瀬戸利は12秒咲くため早送りカレンダー白日夢を歌ったのよ。そう、白日夢を歌って、めっちゃ好きな曲だしさ、なんかさあのセットリストの中に白日夢があるってめちゃめちゃ意外っていうか、あれじゃん、白日夢があって、白日夢があってドラブミーのドンドンドンってめちゃめちゃ踊りましてからの、なんだったっけな、白日夢あってからのキスマッチ、キスマッチして、しかもキスマッチのフル踊って、その後に、大人列車、なんか瀬戸利最高じゃない、ここまでもめちゃめちゃ最高で、瀬戸利が大人列車 MC あり、メロンジュース B さんのフルっていう、もうほんと息継ぐタイミングがないくらい、端っこの方で見てましたって、ありがとう。そう天神でさしてたしさ、天神の中でもめちゃめちゃさ、あの真ん中ら辺のとこだったからさ、いろんな方が見に来てくれたんじゃないかなと思ったし、本当にいっぱいいたのに、後ろまで多分今日さらっふらっと見に来た方が見に来れるのかなってくらい、もうすごいいっぱいいらっしゃったので嬉しかったですね。うん、白日夢が最後だってめっちゃわかる、相当わかる。今も白日夢が本当にあの歌詞が好きなんよ、歌詞もあのイントロもめっちゃ好き好き好きで、なかなかハードでしたって。そうなの、なかなかハードでした、なかなかハードでした。YouTube 配信ってさ、まだあれなんかな、 YouTube 配信ってアーカイブとかあるのかな、見たかっただって。そうなの、またじゃあまたこういうイベントに出れるように頑張るので応援よろしくお願いします。アーカイブあるのかな、幕張の写真いいねしてくれてありがとうだって、ありがとう。アーカイブはないらしい、アーカイブはないんですけど、まあ
アーカイブがないので見えなかった方はあれなんですけど、ぜひあのね、また出るように難しいな、頑張るのでよろしくお願いします。とりあえずすごい楽しかった。暑い、とりあえずめっちゃ汗かいた、本当にあのね衣装がびちゃびちゃになるくらい。ツインテールが可愛かったです。だって本当になんかね、ハーフツインって言ってね、ここでねこうやってねするかめっちゃ迷ったの。でも結構下ろしてるメンバーが多かったから、じゃああのあげあげちゃおうって言ってあげました。結構ねあげてしまいました。後ろの方って見えてた、見えてた、なんかねいろんな方が本当にいっぱいいたから見えてたよ、見えてたよ。うちわとかあったらなおさら、ボールとかうちわがあったらめっちゃ見えてました。実はお母さんも見に来てくれてたみたいで、そう親も見てくれてましたね。雨が降りそうで湿度が高かったです。だってなんか中にもすごいあの外を待っててくれた方もいらっしゃったみたいなので、ありがとうございます、ありがとう。今日、初めて HKT のライブを見ました。だってありがとう、楽しかった。リノどこに、リノツインしてた人よ、分かったかな。なんかめっちゃ楽しかった。あ、配信でもすごく楽しめました。だってありがとう、ありがとう。とか配信がさ、自分がどのくらい映ってるのか分かんないからさ、映ってなかったらこれ見てくれ、見てて配信で応援するよって方もいらっしゃったから、見ててくれてた方にあれだなと思ってたけど、映ってたんならよかったけど、本当に映ってたんかな確認ができないんだよね。本当に映ってたかなって感じなんですけど、映ってたんかな。でも結構前の方のポジションも多かったから、ところあと1列になるところが多かったんよ。1列になってみんなでロレみたいなところも多かったからね、遠くから見つけやすかったので、そう高い高いツインテールにしてました。ハロハロー、楽しかったー。結構映ってたよ。だって本当に楽しかった。なんかね、あ、これこういうのしたいかったんだなと思った。楽しかった。また来年まで出るようにね頑張ります。いや9曲相当ノンストップよ。めちゃめちゃ7曲やって、もう1分間で MC やって2曲ぶっ通しだから、めちゃめちゃ動いてるね。神テッド教えてくれて助かりました。だっていやそう迷って、なんかどっちが多いかなって思って、比較的どっちも行くやつが多かったんだけど、でも神テが多いんじゃないかなと思って、あらかじめね神テって言ったら、そう神テだったから、神手で良かったよね。あれはね、真ん中ら辺にいた方もこっちにいた方もいらっしゃったけど、神手のファンの方がやっぱ結構多かったけど、あれは神手良かったのかな。いのちゃん生き生きしてました。だってそりゃね、そりゃ本当楽しかった。めちゃめちゃ来てくれた方も、配信見てくれた方もありがとう。A ちゃんと見間違えてました。お母ちゃんと同じこと言ってる。お母さんもそう同じこと言ってた。でも下ろしてるさ人がさ相当多かったからね、あげてしまった。
配信で見てた、配信見てたけど楽しかったよ、ありがとう。いやーねー、楽しかったよね。今サイコロ投げないでどうする。やっぱさ、自分ってかさ、今回は16人だったからさ、ポジションがあってさ、そこに自分の名前があってさ、場所があって、歌割りがあって、カメラマンさんがいて、ファンの方がいて、なんかねえ、嬉しかったですね、全部が全部。あ、だから頑張らないとと思ってた、すごく、めちゃめちゃ思ってたよ。ツアー当たりましたって、おめでとう。まあ、悟りも何も知らないから、どんなツアーになるのか楽しみ。めちゃめちゃ3時間くらい待ったけど、待ったかいのあるライブでした。うーん、よかった。ウィンクしてってうちは思ってたもんね。ウィンクしてって言って、ウィンクしたけど、キスマッチの時かな、ウィンクしたけどなんかさ、クマとかの方、クマとかハートとかの方結構いたけど、分かったんかな行ってよかったです、だってありがとう。マリジュリのも楽しかった、本当に。なんか10月の思い出ですね、1個ね、また10月の思い出が増えました。たくさん待っててくれた方もいるかもしれないんですけど、ありがとう。会場に来てない方でもそれが伝わってそうだから、めちゃめちゃ嬉しい。How to say、 アキさんとハートがあったなくて、だってあれでしょあれをさ、あの古川さんにトレースしたの知ってる？いや、リノが多分ハートして、そう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 、リノがおもろくて保存したファンの方のスクショでこれアキさん、リノがもうそうそうと帰ってる、ハート作ってでさ、ハートしてさ、帰ってさあ、じゃあこれが1枚目だ、これ1枚目でハートして、森の多分今ハートやって一瞬で終わって、でこれしてすぐ帰って、アキさんが泣いてる漫画みたいに面白いんだけど、最後のアキさん、リノこれ、リノこれ、リノめちゃめちゃのんきやんっていう、楽しかったですね。でもこれも打ち合わせしてないからこそ起きることだから。でアキさんにはね、もっとね、あのサビでね、もう誰も止められないま、イエスでもノーでもって振り付けがもう一生踊れなくて、リノがリハでも、今日のリハでも間違えちゃったんよ。そこをね、何回もずっと教えてくれたんだから、本当に感謝でいっぱいなのに、はあ、そして H のキャプテンなのに、バカバカ、4コマ漫画やん、本当にそう。泣いてるこの画像さ、スクショした人誰なんだろう、いいにしたいくらい面白い。これね、笑ったんだよね、面白かったんだよね。はあ、楽しかった。909日おめでとう。9、クリエイターズの9だよ。9、クリエイターズありがとう。クリエイターズの Q です。
すごいね、ついてるね。おめでとう、ありがとう。今日別でマラソンを頑張っているメンバーがいて盛りだくさんでした。だってそっち、あれ、それさ、大分のやつでしょ。何してたのそれ。大分いいよね。走ったの？あ、東区賞、駅伝、ファッション賞まであったらって。楽しそう。なんか全然違うね。じゃあ踊ってないの？そっちのイベントは一曲も。スポーツイベントって感じなんかな。こっちはもうバリバリ踊りましたね。もう相当踊った。しかも本当に楽しかった。楽しくてこんな顔、嬉しかった。なんか10月の楽しみも終わっちゃった。53分だって。もう終わりにしようかな。イニーありがとう、アイデパパもありがとう、ハニさんお疲れ、チラミフライもありがとう。明日は土曜日？あ、日曜日か。じゃあちょっと休みの方が多いかな。ひろたん、フラン、セノール、カオ、キロちゃん、ナル、クーさん、クワちゃん、チンタロウさん、カンさん、はじめまして、ありがとう。 HKT のこと知ってね。クーさんありがとう、タカさんありがとう、サトもありがとう。55分になったらランキング読みます。次はコンサートだ。本当にあとオンラインが楽しみ。オンラインもあるし、リノは今年はハロウィン公演に出るので、ハロウィン公演もめちゃめちゃ楽しみです。楽しみです。だからあさ、しあさってが公演でしょ。でまた来週がハロウィン公演があるので、ハロウィン公演はもう申し込み始まったんかな。久々の公演だからちょっと頑張んなきゃ。福袋楽しみだって。え、買ってくれたの？あー、お風呂めんどくさいな。お風呂、お風呂、お風呂。ノボード見えなかったかもって。見えてたよ、ありがとう。黄色いやつ見えてたよ。でも楽しかったからもう全部 OK。 またこういうイベントに出れるように頑張るので、みんなよろしくお願いします。楽しかったね、本当に良かった。ありがとう、みんなが応援してくれてるからこそ、あ、頑張ろうって思って何、こういうイベントは最近出れることが増えてきたので、また来た時は遊びに来てください。楽しかった、ありがとうございました。55分になりました。だって本当だ。しかも56分、もう終わりにします。13位がサトン、12位がナツ、11位がカッツン、10位がひしみらこ、9位がニシプ、8位がウィンパディさん、7位がハシムッチ、6位が母、5位がビーバー、4位がタカさん、3位がチンタロウ、2位がフラン、
1位がクワちゃんです。だってクワちゃん1位初めて。それからめっちゃ見て久々じゃない、半年ぶりくらい。クワちゃんありがとうぶよん、ありがとうございました。お疲れ様でした。だってクワちゃんいっぱいありがとう。いつかおしゃべり会とかなんかイベントとか会いに来てね、お話ししたいです。星投げてる、ありがとう、ぽよん、ありがとうございました。じゃあとりあえず配信が終わったから、あれにしようかな、配信が切れるまで配信しようかな。え、すごい、 iPad の充電がね 8% でね、やばーと思ってしたのにね、今充電しながら配信してたら25% になってる。すごいね。配信ありがとう。だってありがとう。疲れ様、お疲れ様、楽しかった。12時過ぎたら勝手に切れちゃうんですか。え、多分切れると。あ、もう最近、じゃあ59分になったら切ります。なんかさ、怖くてランキング読めないのが怖いからさ、いつも55分にランキング読んじゃうんだけど。みんななんか言いたいことないの。あ、もうあと1分くらい言って、配信ありがとう。だってありがとう。夜勤頑張ります。え、頑張って、頑張れ。これからお仕事なのね、もう12時だけど。お風呂入ってねえわ。だって入るって。昨日は強気に穴入れたけど今日はちょっと言えないね。入れ入れって言いません。ありがとう、今日も可愛いよ。だってありがとう。ではいっぱいありがとうございました。お疲れ、またね、切ります。おやすみ、バイバーイ。切るよ切るよ、バイバーイ。